キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、はい、オリックスバファローズ戦です、はい、昨年は、うん、小山君ドラフト1位で、はい、分からんかったやろって言われましたから、うーん、これは当たらないですね。これはちょっとね、オリックスは絶対当てたよ。当てたいですね、関西人としては。いつも独自路線で来るんで、やっぱ予想が難しいですよ。結構一本釣り行くからね、はい、昨年は横山、河内、うん、トーマツ、堀、はい、高島、小田島、うん、ゴンダとね。でも、ここ数年ずっと一本釣りじゃないですか。そうなんだよ。ソタにも一本でしたよね。そうだしね、ムクノキ投手とかもそうですし、シュウペイさんもそうですからね。ああ、そうだ、そうだね、うん、これちょっと独自路線いってるから。うわ、いってるんですよ。僕分かったっすよ。俺も分かってんね。俺も分かってんね。分かったんですか。いやいや、もうもう今年はちゃんと当てますよと。もう独自路線でもこっちは見抜いてますよ、まあ、バレてますよって。おーい、じゃあ、俺行っていい？いい、行きましょう、行きましょう。第1回選択希望選手、オリックスバファローズ、今朝丸勇気。そっちね。報徳学園高校。おお。いや、本当は、うん、金丸ちゃうかって思うねん、はい、けど、うん、絶対取れる方に行っちゃおうっていうことで、はい、高卒好きや、はい、地元関西、うん、今朝丸1位、はい、やっぱピッチャー欲しいやん、うん、行くんちゃうかって。はあ、なるほど。え、ある、ある。僕も分かってますよ。そりゃそうですよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ちょっとお願いします。関西の試合に行った時にオリックススカウト一緒でしたからね。はい、あ、誰狙ってるか割れてなかったから、じゃあ、じゃあ、じゃあ、行きますよ。はい、これ第一の選択希望選手、はい、オリックス村上太斗。ほう、広陵高校。はい、そっち、こっち、そっち派、はい、そっち派。同じ兵庫のね、今井の身長か、素材か、うん、村上君はもう本当にね、うん、僕特別です。はい、山本由伸2世になるぐらいの球数、うん、持ってるんですよ、うん、ピッチャー経験も浅くて、キャッチャーだったんですけど、うん、ここからマックス150キロ、はい、で常時でも140後半ぐらい出てるんですよ、うん、これ独自に村上君行くんじゃないかな、うん、これ村上君一本取り、一本で釣ったら僕本当にすごいと思うんですよ。え、じゃあ私見ました。おう、1位見ました。おう、第1回選択希望選手、オリックスバファローズ、中村優斗、愛知工業大学。そっち、そっちやっぱみんなもう即戦力ピッチャーって言ったら金丸金丸金丸って言うんですよ、うんうん、いや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 、うちは中村だと。うん、これマックス159キロの速球派。おう、これはもうやっぱ魅力的。うん、これ行くんじゃないかと。くじ引きになんで？いや、なるかもしれないけど、いや、もしかしたらギュッてこう、なんかこう5球団とか、金丸くん5球団とか、あれ中村くん、あれオリックス一本釣りみたいな。まあまあ可能性あるからね。なくはないよっていう。でも俺はもう、はい、やっぱストーリー性を見てんの俺は、はい、ドラフトの、はい、ドラフトのストーリーを見た時に、うん、今朝丸以外ないでしょっていう。え、なになに、何かっていうと、うん、去年なんで堀くん取ってるんやって話やね。あ、キャッチャーでね。あー、おー、報徳学園、はい、堀くん、はい、今朝丸ドリエの布石、はぁ、バッテリーで取っちゃおう。あ、うん、もう早い段階から世代ナンバーワンキャッチャーと言われた堀くんを通り取ってて、今朝丸来たらセットでガー見出して、あ、グッズ作って緑に変えるじゃん。そう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 なるほど。で、しばらくはやっぱ2軍で2人でバッテリー組ませて、組んで一緒に上がってきて、うん、バチョーン盛り上がるやん、2人一緒にデビューとか。おー、面白いな。おー、いいっすね。オリックスやりそうだな。やりそう、うん、うん、あるな。あるやろ。はい、俺それちゃうかって思って。あとね、オリックスは年齢構成で考えるとやっぱ若い野手出てきてるのやっぱり紅林ね、はい、太田ね、うん、で、大里、うん、で、今年ちょっと中川智宗がね、パッてコンディション不良もあって、うん、なかなかだったけども、で、だから外野はいると思うね俺、はい、まあ来たね、うん、いい形で来てるけども、うん、杉本ももう来年34だからね、はい、で、T 岡田、小田が引退と、うん、やっぱ外野いるやんな。いるね、うん、そうですね、うん、やっぱり、うん、ってなってきた時にどういう外野がいる。いや、どっちか、どうするんだろうなどういう外野欲しいですか、まあ、うん、やっぱ吉田正尚をに正尚系ですか。正尚系、正尚系、正尚系、辰巳系がで僕ちょっとリストあるんですよ。あ、なるほど。辰巳系も一番用意してきてます。おお。だからこの選手が伸びてくれればいいんだけどね。うん。
じゃあ、ドラフト2位、ドラフト2位、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。第2回選択希望選手、オリックス・バファローズ、モイセーフ・ニキータ。おお、ニキータニキータ、ニキータ、ちょっとあの頭の中で一回読んだわ、かばないように。豊川高校、ああ、うん、どう、外野、ああ、いい、うん、ポテンシャルありそうやし、よくない、思い切って、おパワフル系。右のそういう手もいらないですか。一応いるよ。一応言っとくか。第20選択希望選手、オリックス、ラマル、ギービン、ラカナヤ。なんて、ラマル、ラマル、ギービン、ラカナヤ。大阪桐蔭高校。右ね、これ右、うん。右のラマル君ってね、うん、これね、右の大砲というところで、うん、伸びしろ。はあ、ラマル君。ラマル君。右ラマル、左ニキータ。うんうん、そういいね、うんうん、第20位っていい、はい、第20、はい、第20位選択希望選手、オリックスバファローズ、吉野翼。おお、早稲田大学外野。ここ最近の評価がもう同じどころです。ちょっと、ね、吉田正尚になれる椅子かもしれないでしょ、うんうんうん、あ、確かに1巡目で高校生のピッチャー行って2巡目で大学の野手っていうところで、あ、バランスいいかもしれないですね、外野で。あ、いいかもしれない。いいでしょ、感じ的に、うん、あ、いいですね。あとでも吉野が1巡目でちょっと今うなぎ登りなのよ、だから1巡目で消える可能性もあるから、はい、うん、で消えた場合ね、はい、消えた場合、消えた場合、第2巡選択希望選手、オリックスバファローズ、飯山元夢、立正大学。立正大学、うん、飯山雄二のね、の、はい、あの登場曲、中渕さんの雄二っていう曲ね、雄二って出てくる、登場曲ね、守備職人、外野、うん、だからもうあの日本ハムに取られる前に、うん、飯山さんの日本ハム、いや外野いらんやろ、うん、日本ハム。そうです、もう今も揃ってますもん、日本ハムが。だから、うん、やっぱ外野いると思うね、はい、全体的に早めの即戦力系が、うん、正直ね、はい、いやピッチャーはだってでそんないっぱいやっぱいらんと思うね、うんうん、ムクノキ、佐伯、川瀬、うん、ね、あの試合感になっていったじゃん、はい、佐藤もね、うん、どんどん試合感になっていってるから、やっぱ育成からでもいいのいるからね、で若いのも斉藤もいるし、はい、山下俊平太まだ22歳だし、はい、ね、で東もね、まあ、怪我したとはいえ25歳でしょ、うん、投手陣結構若いんだよ、はい、でそこまでそんないらないよね、うんうん、去年だってあの 1,2,3,4,5 人ピッチャー取ってるからね、うん、その中で高島、小田島も頑張ってるしね、はい、だから去年もめちゃくちゃいいドラフトだったわけ、うん、前半高校生、ね、で下位に即戦力っていうところで、はい、だから今年もやっぱ高校生のピッチャー行きながら野手、うん、あ、そうしたら前の回に言った麦谷くんとかもぴったりかもしれないですね。まあ、麦谷はセーブいっちゃうと思うんで、そういう時用にね、一、うん、人ちょっとまた用意してきたんですよ。あ、いきますか。関西中から。いいの、はい、井戸がいるんですよ。育成館大学の竹内君。おお。これ春の首位打者なんですけどね、はい、うん。この子はやっぱりパンチ力と身体能力の高さ。うん、うん。で、この春の練習で13試合で 5本塁だとね。おお。はい。爪名官で、ヒットメーカー。うん。うん、パワーもある、辰巳君になれるんじゃないかなちょっと期待してるんですよ。おお、じゃあオリックスね、はい、4巡目、はい、第4回選択希望選手、オリックスバファローズ、石井裕太、保守、日本生命。はあ、まあちょっとやっぱ今年も森若月いなくなってバタつくやん、はい、結局ね、うん、で若月森が来年30歳だから、はい、この子が2000年生まれだから、うん、来年25歳か、はい、っていったところで、まあ、何かあった時も含めてやっぱりいるなっていうね、はい、次世代の、うん、だからそこでワンチャン回とかで余ってたらいいんちゃうかって俺は思うんだけどね、キャッチャーから。安倍翔太も日本生命から取ってますからね。確かに、うん、オールドルーキーね。オールドルーキー、じゃあちょっと保守一人回で余ってたらっていうところでいいですか、押して、うん、若いのでも何でもいいよ、キャッチャー一人ぐらい取っといてもいいんちゃうかと思うんだよね、うん、まあ、でも即戦力になると思うんですけど、うん、いいですか、うん、じゃあキャッチャーで竹安俊樹選手、静岡大学静岡の何それ、あ、モスラモスラゴジラからのモスラ
静岡の古田静岡の古田静岡の竹安静岡の中島竹安静岡これがなんと静岡出身で、はい、静大で今頑張ってまして、でなんと、まあ、今日静大の4番打ってて、うん、二塁送球 1.8 っていう、まあ、強肩強打のが持ち味っていうことなんですけど、うん、なんと得意なこと、うん、プロフィール言いました、うん、暗記データ覚えれるやっぱり静子頭いい。いやいや暗記得意。データは暗記が得意とか苦手じゃなくてすぐ頭入るから。入ります。でも入らない人もいるっていうじゃないですか。いやそれはもう全然覚えられないっていう、覚え方が悪いね。あ、そうなんですか。俺とかも絵で覚えるからね。あ、暗記じゃないんですね。え、うん、うん、写真こうやって変わるだけだから。へえ。でも暗記タイプの人もいるかもしれないじゃないですか。うんうんうん、だ得意なこと暗記、頭いい、うん、頭いいね、うん、じゃあ俺ワンチャン高卒、はい、まあ、堀君取ってるから、うん、多分取らへんと思うねんな、そうなんですよね、高卒はね、うん、はい、だからそこの大卒社会人ぐらいでパシッとはめ込んでくるのはありかなと思うから、うん、そこら辺はあるん、ひょっとしたらあるんちゃうかなっていうね、はい、ところは。だから俺は今朝丸行ってからの、はい、野手野手、はい、で吉野君とか、うん、そういうところですね、うん、そう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 、うん、で、まあ、下位でキャッチャー取れたら一人取っといてもいいかなっていうね、うん、でもオリックスは本当にバランスよく取れてるからね、はい、そんな何かが足りないとかないね、うん、怪我するだけやね、はい、今年はちょっと怪我人多かったっていうところで、うん、多分 B クラスになっちゃったっていうところもあるから、はい、あとはもう外国人補強でなんとかなると思うんだよね、うん、正直ね、うんうん、高島小田島も悪くないしね、はい、うん、で若いのも多分成長してくるから、うん、うん、なんか別に即戦力いたらいたらでいいけどいなくてもね、うん、っていう感じはあるよね。そうですね、うん、私大体毎年若いピッチャーを出てきたなっていう人がこう出てくる球団ですからね、うんうん、だから野手でうまく取れればね、はい、吉野君とかニキータとかね、うんうん、取れればいいんちゃうかって思うけど、はい、じゃあ1位は決まった。まさかの宗山とか行かないと思うんだよオリックスが。いや、そういうところには行く球団じゃないと思うんですよね。金丸も行かへんと思うね、うん、くじで外れるぐらいだったら的だね、はい、うん、だから俺は今朝丸、うん、はい、村上私ちょっと中村くんもあるんじゃないかなっていう。中村行っといて外れていきます。今朝丸、今朝丸くん、今朝丸くんやっぱ余ってます。外れ1位です。外れ1位で、だからもうそれだと1位で言っといた方がいいんじゃん。まあ中村、まあ、一本釣りって意味で、はい、一本釣りで、うん、っていうのもあるかもしれない。 あとおすすめある、なんかあと、まあ、2名おすすめしたいんですけど、うん、それは沖縄から、うん、青空からデータが届きまして、一人一応言っといてくれた。沖縄から送り込む、うん、送り込む、うん、まあ、おそらく支配下では難しいんじゃないかなと思うんですけど、はい、うん、沖縄のエナジックっていうバッグの水山君っていう子がいるんですよ。とにかく肩が強い、キャッチャーです。高校生キャッチャーで、あるスカウトは高校生の中でナンバーワンの肩をしてるんじゃないか。身長はそこまで高くないんですけど、肩の強さは今年は高校生ナンバーワンだと言われてるキャッチャー。確かに肩が強いです、うん、キャッチャーとして育成1人、はい、で僕がおすすめしたい、うん、育成1、はい、はい、これはね、林くん、大阪経済大学、うん、はい、はい、大阪経済大学好きやな、はい、最近の後輩、最期投手の球質とか似てるんですよ、球、うん、の質とか、うん、176センチ82キロ、うん、ストレートとチェンジアップの武器で、まあ、高校からね最速17キロ上がってるっていうのも後ろ、うん、でさらに才木がいる、うん、育成でどうですか、1位でオリックスさん、オリックスが好きなタイプだと、好きなタイプだと、うんうん、じゃあちょっと注目していきましょう。下位でもあるかも言っていい、はい、吉岡春、おお、阿南光高校、地元です徳島、へえ、いいですよ、オリックス近いから、はい、確かに近いですね、高校生っていうところで、はい、まあ、上位ではないと思うね、じゃないですね、下位、うん、でもうまく入って、うん、でこの今若手にシュートアップしているからオリックスは、ね、はい、そこら辺でいいんちゃうかなっていう、うん、そしたら、ね、1位でも高校生取って、うん、であとは野手の大学生系行きながら、うん、でキャッチャー行って高校生ピッチャーいいよな、あ、いいですね、また未来に育てるピッチャーを、そう、うん、流れ的には、うん、左の中継ぎオリックスいらないですか、うん、左の中継ぎはいきなり進めてくるいらないですか、あ、左はね、ちょっと全体的に少ないから、うん、左のリリーフ欲しい、リリーフ1枚ちょっとじゃオリックス社会人からも結構活躍すると思うんで、うん、僕ね、結構好きなタイプ、うん、セガサミーの庄司君って子なんですよ、セガサミーの庄司君、
あのね、身長は172cm、そんなに大きくなるタイプではない、ただ体重85キロでガッチリ系ですね、ちっちゃいガッチリ系、彼の魅力はやっぱりストレート、オーバースロー、左のオーバースローなんですけど、ストレートと魔球って言われてるチェンジアップなんですよ、年下以降で150キロやっぱ左手で出て、平均が147の後半なんですよね、さらにあの厄介なチェンジアップ、これ、ひょっとしたら、オリックスが行くんじゃないかと、なるほど、やはり中継ぎです、押しときます。育成ですか。いや、支配下です。絶対支配下です、まあ、そんな流れかな、はい、オリックスはね、はい、オリックス当てたい、ね、当てたい、当てたい、誰がね、一巡目当てるかね、はい、お楽しみですね、まあ、すごいね、多分俺らに言われてるからやめたとかないと思うね、はい、それはちゃんとも独自の路線でちゃんと考えてやると思うんで、はい、ということでオリックスバファローズファンの皆さんどうですか。はい、